はい、送ってもらった包丁の3本のうち、ガラス器の次は牛刀です。牛刀というか筋引きですかね、もともとは。だいぶサビサビです。これも赤サビの部分はグラインダーで落としていきます。回ってるメディアは一口のスポーライトフラップっていうのの極細っていうやつです。サビ落としだけじゃなくて仕上げ磨きにも使えるという便利なやつです。こんな感じ。黒サビ結構残ってますね。深くなければいいんですが。この後録音に失敗してまして、ちょっともごもご何言ってるか分かりにくいかもしれませんが、ご容赦ください。やらないんで、なんかサーモンナイフみたい。サーモンナイフっていうのは本当にこの鮭をさばくために欧米で使ってるやつ。これでだいたい歯の状態っていうのが見えるんですけど、ここ結構はっきりした欠けがある。あとは大丈夫かな。この欠け、こいつを取るために、こいつ、まあ、この全体のね、この辺の反りの部分、ここからここら辺の反りの部分っていうのはよく使うから、この辺が欠けることが多いんですけれども、この辺の、ここの欠けだけを取ろうと思って、ここだけガシ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 取っていくと、まあ、結局、つるくいという状態になるんで、ここをじゃあ取りますっていうことで、もう先からね、丸めていく。だいぶ先削りますね。特にこういうふにゃふにゃ曲がりやすい包丁は、気をつけないと、こう、ちょっと力入れただけでも、ちょっと力入れただけでもすぐにふにゃって曲がるんで、普通に研いでるつもりでも曲がった状態で、こう反った状態で研いでしまうんですね。この状態で研ぎ続けて、まっすぐ研いでるつもりで、こういう状態のまんま研いで、元に戻すと、この刃線は、つるくび、反るという状態になりますので、刃先の方に力を入れるとかですね、押すところをここを押すと、たわむんでここを押すとかですね、まあ、持つところをこっちの、こっちを持つんじゃなくて、もっと歯に近いところを持つとかですね、まあ、そういうようないろいろ配慮しながら、あとは研ぎながら形を見てですね、まあ、する首っぽくなってないかなっていうのを、なってないやほらっていうのを確認をしながら研いでいきます。でたまにこういう角度で刃線を通しにして、まあ、これはカメラ的にこういう風な見方をしてますけれども、目で見るわけですから、こういう方向でここにこう目に向けて先まで通してみて、真ん中ら辺がへこんでないかなということを確認するんですけど、今真ん中がへこんでましたんで、この辺へこんでたんで、ここら辺を研ぐ。ここら辺を減らす。こっちを減らしてもいいんですけども、どっちを減らすのかっていうのは、まあ、包丁全体の形を見て決めていきます。ケースバイケース。はい、それで、だいたい刃線がいい感じの形になったんかなと思います。400番です。あとはいつもの通り前の砥石の研ぎ目を小さくしていく作業です。1000番です。
はい、2000番です。仕上げの4000番です。はい、おしまい、できました。肉さばき、ビフォーアフター、まあこんな感じですね。